九月三日、夕のみ言葉。主は正しいものを試みる。詩編十一編五節すべての出来事は、摂理の支配下にある。従って、私たちの外なる生活における、あらゆる試練は、直ちに、第一原因者までたどることができる。神の定めの黄金の門より、勢ぞろいした試練の軍隊が、 鋼鉄の鎧兜に身を固め、武器を携えて進軍してくるのである。すべての摂理は試練の入り口である。あわみにさえ、バラのように棘がある。人々は観南の川で溺れ死ぬのと同様に、繁栄の海においても溺れ死ぬ。誘惑が及ばないほど、私たちの山は高すぎることはなく、私たちの谷は深すぎることはない。 試みは至るところに潜んでいる。あらゆるところで上にも下にも私たちは危険に囲まれている。しかし神の許しがなければ一滴の雨も暗黒から落ちることはない。一つ一つの雨の雫が地面に達する順序さえ定まっている。神からの試練は私たちに与えられている恵みを証明し力づけるために送られる。 そして神の恵みの力を明らかにし私たちの徳の真実性をテストしそしてそれに力を加える無限の知恵と溢れるばかりの愛を持たれる私たちの主はその民の信仰を極めて高く評価しておられるので彼らの信仰を強める試練からかばうことをされないもしあなたの信仰の試みが火のようでなかったらあなたは決して 今あなたを支えている尊い信仰を持つことはできなかったであろう。あなたは広く根を張っている木である。しかし、もし風があなたを激しく左右に揺り動かし、恵みの契約の尊い真理にしっかり抱きつかせることがなかったならば、あなたは決して今日のようにはならなかったであろう。世俗的安全は信仰の大敵である。 それは聖なる勇気の関節を外し、神に捧げられた気力の剣を断ち切る。風船は紐を切らなければ決して上に登らない。観南を信じる魂のために、この重要な役目を果たす。麦は殻の中で心地よく眠っている間は、人間にとって無用なものである。麦の進化が知られるためには、その暗息所から、 叩き出されなければならない。このように主が正しいものを試みられることは良いことである。なぜなら彼らはそれによって神に向かって豊かに成長するからである。